小手指原の戦いに敗れた北条貞国は、武倍河原まで退いて陣を構え、新田義貞軍と戦闘になりました。かかれひるむな。なんとしてもここで踏みとどまれ。おかしい、おかしいぞ。勢いに乗る我が軍が逃げ腰の敵を打ち破れぬ。何故じゃ。なんだ、放てあらっての増援部隊か。故に崩れなんだということか。まずい、まずいぞこれは。敵はひるんだ。この木に攻めよ。引け。おえー。このままではまずい。側面から撤退する我が軍を援護する。親衛隊は我に続け。なんとか新田軍は撤退することができました。追い打ちすべきでは。いや、我らの役目の第一は鎌倉を守ること。軽々に追い打ちするよりはしっかりと腰を据えて守るべきであろう。そうかもしれぬ。くそー、今一歩であったものー。この敗北は痛い。殿、相模の国の太田は義勝殿が兵を6000ほど連れて面会を求めて参りましたが。相模の国の太田は義勝殿といえば、源頼朝公旗揚げ以来の後進三浦一族に連なる者。そのような者がなぜ敗軍の将たる我に。ともかく会ってみよう、通せ。はっ。お邪魔いたしまするぞ。何用であろう。実は我らは新田殿にお味方したく参りました。なんとこの敗軍の将に。ありがたいことなれど理由を聞かせていただきたい。まだお耳には入っておらぬようですな。実は京都の六原短大が落ちたという情報が入りました。なんと六原が。足利尊氏殿が優勢というぐらいの情報はあったが、さらには昨今の北条の戦王ぶりには我らも耐えかねておりましたでな。なるほどの。それなら合点がゆく。この機を逃す手はありますまい。
この情報を敵に流せば、さらに多くの離反者、離脱者を出すことができましょう。されば、やっていただこう。我らはその情報が広まるのを待って、明朝に攻撃いたす。貴殿らもその時に一緒に攻撃されよ。承知。一夜にしてこれほどの兵が離散するとは、六原丹大が落ちたという海上砲に踊らされおって。皆の者、心して聞くがよい。すでに京都の六原丹大は足利尊氏殿の手によって落ちたとのことじゃ。されば我が軍の勝利は疑いなし。かかれ。絶対、絶対じゃ。鎌倉幕府軍は撤退し、新田義貞軍はさらに鎌倉に迫るのですが、その後の展開は次回以降にて。